東京国立博物館研究員の国郷秀明です。5月16日から6月25日にかけて本館産室前途水墨画において展示している作品を中心に、水墨画を見るときに注目していただきたいポイントについてお話しします。はじめに水墨画とは何かについてご説明したいと思います。水墨画とは主に墨の濃淡やぼかしを生かして描いた絵画のことを言います。これに対して彩色を施した絵画を着色画と言います。例えば右側は水墨画の白衣観音図、左側は着色画の孔雀明王像です。孔雀明王像はその華やかな彩色が目を奪います。一方白衣観音図は墨で描いたモノクロームの作品です。観音は波の打ち寄せる岩に座り、その背後には大きな崖と滝が描かれています。画面全体を眺めると奥行きや光、滝壺から湧き上がる湿った空気までも感じられます。また孔雀明王像では明王の背景が描写されていません。これに対して白衣観音図では観音が地上に実在する空間にいて、光と空気に包まれているかのように描かれています。水墨画と同様にモノクロームの絵画で、主に墨の輪郭線で描いたものを白描画と言います。皆さんよくご存知の鳥獣戯画も絵の具を用いず、主に墨の線で描いた絵画で白描画に属します。白描画の白衣観音図と水墨画の白衣観音図を比べてみましょう。どちらも水辺の岩に座る観音を描いていますが、右側の水墨画では観音の発する光の向こうにある崖がうっすらと見え、観音の背後の奥深い空間が表されています。人物を中心に線で描く白描画と異なり、水墨画は物の明暗や凹凸、対象を覆い包む空気や光、奥行きのある空間を表現するのに適しています。なお今回使用する人物という言葉は、歴史上物語上の人物だけでなく、釈迦や観音、老子など仏教や道教で信仰される尊閣も含む、やや広い意味で用いています。水墨画は中国で始まり日本に伝わったものですが、いつ誰がどのように始めたのかについて詳しいことは分かっていません。しかしながら唐時代8世紀の中頃に登場した発墨が、その後の水墨画の発展につながるきっかけを作った革新的な表現技法だったのではないかと考えられています。唐時代の発墨というのは、画家が人々の前で地面に広げた大きな布に墨汁を注ぎ散らし、手や足を使って描くというとても大雑把な技法で、最後に筆で少しモチーフを描き加えてみると山や川が見えてきて山水画が出来上がるという大道芸のようなものでした。発墨は筆による線がないので、伝統的な絵画の技法から外れていると同時代の批評家から批判されました。ところが墨の面で対象を捉えるという画期的なところは、後の水墨画が特に山水画のジャンルで目覚ましい発展を成し遂げることにつながったのだと今では考えられています。このように水墨画はまず山水画のジャンルで発展しました。では水墨画はどのように日本に入ってきて、いつ頃から描かれるようになったのでしょうか。早い時期の作品は全く残っていませんが、水墨画は平安時代後期から描かれていた可能性があります。平安時代に遣唐使が停止されても、中国で宋が建国されると、日本と宋との間では民間の貿易は盛んに行われ、元寇の後も元との間の貿易は盛んに行われました。
これら日宋貿易、日元貿易に伴い、中国の水墨画も当然輸入されたはずです。それらに触発されて、日本でも平安時代後期から水墨画が描き始められた可能性があります。また、中国からの禅宗の導入も水墨画の導入に大きな役割を果たしたとみられます。鎌倉時代から南北朝時代にかけて、日本からの禅僧の留学と中国人禅僧の招聘が盛んに行われました。中国の水墨画は禅僧の往来、禅宗の導入に伴い、この時期、日本に本格的に導入されたと考えられます。室町時代には、足利義満をはじめ、将軍が草原の絵画を積極的に収集し、良質な中国絵画のコレクションが形成されました。日本の画家たちは直接あるいは間接的にそれらを学び、水墨画が発展していきました。この楼閣山水図屏風は、室町時代に活躍した狩野派の画家、狩野元信の作と伝えられています。楽観印象はありませんが、ほぼ元信の作品と見てよい、素晴らしい出来栄えを示しています。一部に淡い彩色が施され、また空には金泥という金の粉末と、二皮で作る絵の具で霞が表現されていますが、主要な部分は墨で描かれているので、こうした山水画も水墨画とみなされます。画面の中央、水辺に臨む建物の中に人物が描かれています。また、人物、建物、岩、樹木、水流、山など、様々なモチーフが、相互の前後関係や空間的なつながりも違和感なく同居し、奥行きのある一つの空間にまとまり、調和しています。このような表現を達成できるようになるまで、様々な試行錯誤が繰り返されたはずですが、平安時代から南北朝時代の大画面の水墨山水画は現存せず、その実相はよくわかりません。この屏風は、中国の水墨山水画が日本にもたらされてから数百年を経過しているとみられる時期の作品です。奥行きだけでなく、景観の横への展開が巧みに表され、広々とした空間が描き出されています。水辺に突き出る楼閣の周囲には、他の家や人の姿が全く見えません。楼閣の主人は、水辺の広く美しい風景を独り占めできるわけです。ずいぶん贅沢な暮らしぶりですね。さて、画面中央の楼閣の内部には、中国風の人物が描かれています。一人は片足を投げ出しているような、くつろいだ姿勢で、手に筆を持ち、机の上に広げた紙に絵を描いています。机の反対側には、かしこまった様子でその絵を見つめる人物がいます。奥の部屋には書物が見えるので、この二人は中国の読書人、つまり高い教養を備えた人物と想像されます。楼閣の前にそびえる常緑の樹木は、読書人が理想とする高潔な人格を象徴し、対岸の蓮も清らかな人格を象徴するものなので、楼閣の中の人物は、高潔な読書人として描かれていると言ってよいでしょう。左側の人物が描いている絵を見やすいように回転してみましょう。左上には遠い山並みが描かれています。右下には、上部に突起を持つ三角形に似たモチーフが描かれています。
ひょっとすると、この人物は、この楼閣を含む周囲の風景、つまり、この屏風の画面に表された山水そのものを描こうとしているのではないかという想像に駆られます。この楼閣の主人は、山水画も得意とする教養人で、そこに友人が訪れ、詩を読んだり、絵を論じたり、その高雅な交友の様子を絵に描いているのかもしれません。大画面の山水画の中に小さく描かれた人物ですが、そこには、俗世の立身出世より、文学や芸術、学問を好み、人里離れて、清らかな山水に囲まれて暮らすという、隠逸への憧れが表現されているようです。このように、山水画の中の人物表現は、作品の影の主題、隠れたテーマを表すという重要な役割を果たしていることがあります。一般に山水画の場合、主役は山水であり、山や川、樹木などから構成される空間です。しかしながら、描き込まれた人物は画面の中では小さいのですが、その役割は決して小さいとは言えません。煩わしい世俗の人間関係から離れて、清らかな自然の中で暮らす生活、文学や芸術とともに過ごす生活へと誘う役割を画中の人物が果たしていることがよくあります。描かれている人物が何をしようとしているのか、どういう人物なのか、どこに行こうとしているのか、それらについて想像しながら見ていただくと、その絵に隠された主題を発見できるかもしれません。そうなると、作品を見る楽しさも2倍、3倍に膨らんでいきます。水墨画は華やかな彩色もなく地味ですが、このようにポイントを押さえて見ていくと、意外に面白い分野です。どうぞ素通りせず、じっくりご覧になってください。ご視聴ありがとうございました。